新梅田食堂街入り口。新梅田食堂街は、大阪市北区角田町にある飲食店街である。JR 大阪駅東側の阪急百貨店と、阪急大阪梅田駅の間の、東海道本線及び、大阪環状線のガード下に存在する。1950年12月15日、日本国有鉄道施設退職者に対する、救済事業として開業。 高架下を2階建てにしているため、天井が低く、通路も狭いな空間である。狭い通路に、いろいろな飲食店が並んでいるところから、立ち飲みバーン、北京の初代当主である、佐伯信隆が、食堂街ではなく、食堂街と命名した。新を関する理由は、諸説あり、国鉄の高架下を曲がりしているため、私鉄の駅名を、そのまま名乗ることはははばかられたという説や、 戦後復興の中で、梅田の新たな活力となることを願ったという説などがある。開業当時は18店であったが、6年後の1956年には、すでに40店が軒を連ね、流しが集まる、賑やかな飲食店街となっていた。その後、1969年の阪急梅田駅、移転や1970年の日本万国博覧会、開催もあって、 新梅田食堂街は格況を呈した。現在では和洋中の専門店から立ち飲みやファストフード店まで約100店の飲食店が入居している。新梅田食堂街にあるマクドナルド新梅田店は1985年から1987年まで年間売り上げ3年連続全国1位を獲得したこともある日本有数の繁盛店として知られる。 ありがとうございます。